スノーマン、岩本照、深沢達也、宮舘涼太が新たなエンターテインメントを創造、サイガラ、4月上演決定。スノーマンの岩本照、深沢達也、宮舘涼太が主演、演出を務める舞台、サイガラ、が、4月1日より東京、新橋演舞場にて上演。舞台、映像など幅広いジャンルを通して才能を発揮してきた3人が、新たなエンターテインメントを創造する。これまで何度も舞台に立ち新橋演舞場と共に歩んできたとも言える3人。また、シリーズの集大成でもある昨年の滝沢歌舞伎ゼロファイナルでは、スノーマンとして主演のみならず初めて演出も手掛け、多くの観客を魅了した。そんな彼らが今回送るのは、和と洋の要素を盛り込んだ祝祭感のある華やかなステージ。公演タイトルには、日本語である、祭りとフランス語で祭りを意味する、ガラという同じ意味を持つ語を使用。さらに、公演ロゴの、祭りの文字には、岩本照の、日、深沢達也の、田、宮舘涼太の、里と、それぞれの名前の一文字が組み込まれており、三人が力を合わせて新たな舞台を生み出していく姿を象徴したデザインとなっている。